エレミア書第29章。これは預言者エレミアがエルサレムからかの捕らえ移された長老たちおよびネブカデネザルによってエルサレムからバビロンに捕らえ移された祭司と預言者並びにすべての民に送った手紙に書き記した言葉である。それはエコニア王と太后と宦官およびユダとエルサレムの司たちおよび交渉とカジトがエルサレムを去って後に書かれたものであって、エレミアはその手紙をシャパンの子エラサおよびヒルキアの子ゲマリアの手によって送った。この人々はユダの王ゼデキヤがバビロンに行かせバビロンの王ネブカデネザルのもとに使わしたものであった。その手紙には次のように書いてあった。万軍の主イスラエルの神はすべて捕らえ移されたもの、すなわち私がエルサレムからバビロンに捕らえ移させたものにこう言う。あなた方は家を建ててそれに住み、畑を作ってその産物を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、またその息子に嫁をめとり、娘を嫁がせて息子娘を産むようにせよ。そのところであなた方の数を増し減ってはならない。私があなた方を捕らえ移させたところの町の平安を求め、そのために主に祈るがよい。その町が平安であればあなた方も平安を得るからである。万軍の主イスラエルの神はこう言われる。あなた方のうちにいる預言者と占い師に惑わされてはならない。また彼らの見る夢に聞き従ってはならない。それは彼らが私の名によってあなた方に偽りを預言しているからである。私が彼らを使わしたのではないと主は言われる。主はこう言われる。バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を顧み、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え希望を与えようとするものである。その時あなた方は私に呼ばわり来て私に祈る。私はあなた方の祈りを聞く。あなた方は私を尋ね求めて私に会う。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。私はあなた方の繁栄を回復し、あなた方を万国からすべて私があなた方を追いやったところから集め、かつ私があなた方を囚われ離れさせたその元のところにあなた方を導き帰ろうと主は言われる。あなた方は主はバビロンで我々のために預言者たちを起こされたと言ったが、主はダビデの位に座している王とこの町に住むすべての民であなた方と共に捕らえ移されなかった兄弟たちについてこう言われる。万軍の主はこう言われる。見よ、私は剣と飢饉と疫病を彼らに送り、彼らを悪くて食べられない腐った一軸のようにしてしまう。私は剣と飢饉と疫病を持って彼らの後を追い、また彼らを地の万国に忌み嫌われるものとなし、私が彼らを追いやる国々で呪いとなり恐れとなり物笑いとなり恥ずかしめとならせる。それは彼らが私の言葉に聞き従わなかったからであると主は言われる。私はこの言葉を私のしもべである預言者たちによってしきりに送ったが、あなた方は聞こうともしなかったと主は言われる。私がエルサレムからバビロンに送ったあなた方すべての囚われ人よ、主の言葉を聞きなさい。私の名によってあなた方に偽りを予言しているコラヤの子アハブと
マーセヤの子ゼデキヤについて万軍の主イスラエルの神はこう仰せられる。見よ、私は彼らをバビロンの王ネブカデレザルの手に渡す。王はあなた方の目の前で彼らを殺す。バビロンにいるユダの囚われ人は皆彼らの名を呪いの言葉に用いて、主があなたをバビロンの王が火で焼いたゼデキヤとアハブのようにされるようにと言う。それは彼らがイスラエルのうちで愚かなことをし、隣の妻と不義を行い、私が命じたのでない偽りの言葉を私の名によって語ったことによるのである。私はそれを知っており、まだその証人であるとしは言われる。ネヘラム人シマヤにあなたは言いなさい。万軍の主イスラエルの神はこう仰せられる。あなたは自分の名でエルサレムにいるすべての民と、マーセヤの子祭司ゼパニヤおよびすべての祭司に手紙を送って言う。主は祭司エホヤダに代わってあなたを祭司とし、主の宮をつかさどらせ、すべて狂いかつ予言する者を足かすと首かせにつながせられる。そうであるのに、どうしてあなたはあなた方に予言しているアナトテのエレミヤを戒めないのか。彼はバビロンにいる我々のところに手紙を送って、囚われの時はなお長いゆえ、あなた方は家を建ててそこに住み、畑を作ってその産物を食べよと言ってきた。祭司ゼパニヤはこの手紙を預言者エレミヤに読み聞かせた。その時主の言葉がエレミヤに臨んだ。すべての囚われ人に書き送って言いなさい。ネヘラム人シマヤのことについて主はこう仰せられる。私はシマヤを使わさなかったのに、彼があなた方に預言して偽りを信じさせたので、主はこう仰せられる。見よ、私はネヘラム人シマヤとその子孫を罰する。彼は主に対する反逆を語ったゆえ、彼に属するものでこの民のうちに住み、私が自分のために行おうとしている良いことを見る者は一人もいない。